東郷町は、鳥取県の中部、東白郡に属していた町。東郷池に面しており、全体として、山がちな地形であるが、東郷川沿いなどには小規模な平野がある。東郷町地域には、山陰最大級の古墳、北山古墳、しどり神社などがあり、古代から、大和政権との関わりあるとされる豪族がいたとされ、町内の弥生時代の遺跡からは1メートルほどもある。 鉄塔が出土している。大正4年12月に、一人神社境内の京塚から出土した、河和5年名の道教塚などは、法棄一宮教や塚出土品として一括して、国宝に指定されている。この教塚の名文中に、三陰道法棄国河村統合とあり、平安時代には、統合という地名が成立していたことがわかる。中世には、松尾大社の荘園、 東合総が成立、南北朝時代には、山梨、南城市による、荘園侵略を受けた。なお、教科書や、歴史関係の書籍によく見える、法規国河村軍東合総下地中分図は、統治周辺を描いたものである。常時5年に、羽衣岩城を築いた南城市は、東法規に勢力を拡大、慶長5年に、関ヶ原の戦いによって改域されるまで、甘腰、 毛利氏などと勢力争いを行った。江戸時代に入り、中村市中の統治、幕府直轄領を経て、鳥取池田氏が入部、その家臣和田氏は、松崎の自分主政治を許され、ソロだ谷に陣屋を築き、明治初年までこの地を委任統治した。町内に国道、高速道路は走っていない。以下の県道の他に、町道、農道、林道が多数ある。 八伏山は、町内で一番高い山。頂上のテレビ塔まで道路が整備されており、ここからは、日本海、大山、弓ヶ浜半島が一望できる。また、夕焼けの東郷池などの眺めはとても幻想的である。このほか、町内各地の果樹園での梨狩り、リンゴ狩り体験も人気である。ありがとうございます。